では今回は久しぶりの DIY 動画になります。何をやるかというと、この壁紙なんですけど、オープンして14年経ちまして、古くなってきて汚れも目立つようになってきたので、色を変えたいと思います。で、壁紙は業者さんに頼んで貼り替えるしかないかなと思ってたんですけども、壁紙の上から塗れるペンキっていうのが販売されてまして、自分でもできるんじゃないかなと思って今回はチャレンジしていこうと思います。道具も揃えまして、壁紙の上から塗れるっていうイマジンウォールペイントですね。動画の説明欄にここで買えるよっていうのをリンク貼っておきます。もしお店やってたり、自宅のこう壁の色を変えたいっていう方がいたらやってみるといいと思います。まず何やるかっていうと、この壁の汚れをまず拭き取って、その後にマスキング、ここ今マスキングしてます。はい、マスキングをして、あとはまず下塗りで白を塗っていきます。で、2回塗って、で最後に変えたい色を2回塗っていきます。それで完成ですね。じゃあちょっとやっていきますんで、早回しで見ていってください。自分でやるの初めてなんで、うまくいくか不安ですけども、優しい目で見ていってください。それではやってみます。大体のマスキングが終わりました。で、下もペンキが垂れても大丈夫なように紙を敷いて、あとは塗るだけって感じになりました。ちょっと注ぎやすいようにテープ貼ってます。一気に2回目の下塗りの画面へ飛びます。どうぞ。はい、ここで2度塗りが終わりました。で、一旦ここで乾かしてちょっと休憩をして、今度は本番の色を塗っていこうと思います。休憩しまして、2度塗りの白も乾いたので、これから本番の塗りをしていきます。で、今回はですね、このビルソンローラーズのコーポレートカラーでもあるこの色ですね。ペンキ屋さんで一番近いのがこのカルデラ湖の水ってのが一番近かったので、この色に塗っていきます。おそらく2度か3度塗りが必要かなと思いますので、これからこちらで際のところ端を塗って、その後ローラーで塗っていきます。ではご覧ください。
まず1回目ちょっとやっぱりまだ無駄があるので、じゃあここで2度塗りをして場面を一気に切り替えます。ではこれで2度塗りもやって、さらにダメ押しで3度塗りまでやりました。あとは乾いてみてになるんですけど、乾く前にやんなきゃいけないのが、マスキングしたところを乾ききる前に剥がしてしまうっていうのをやらなきゃいけないんで、これからやっていきます。剥がすのが遅くて少し失敗してます。完成。塗り終わりました。朝から晩までかかりましたけど、乾かす時間なんかもあったりして完成しました。まあなんとかできるもんだなっていうのと、3度塗りしたので3回も塗れば色ムラもなく塗れるんだなっていうのが分かりました。爽やかなミントグリーンになったかなと思います。ちょっとイメージしてた色よりは淡いパステル調の色になりましたけど、これでまた心機一転頑張れると思います。じゃあウィルソン・ローラーズですね、14年が経ちまして、これから15年目に突入します。今までやってきたケーキをさらにブラッシュアップしてですね、あと新作もお届けして、皆さんに楽しんでいただけるようなケーキ、焼き菓子お届けしていきますので、あと動画も更新していきますので、引き続きご覧ください。お店にも来てください。綺麗になりましたんで、ぜひご来店ください。それではまたお店か動画でお会いしましょう。